ティカ。パラスティカの豆だと、サワレです。あ、ケンコでーす。ミナコでーす。皆さん、こちらに並んでいるお酒たちを見てください。今日はビアポンをしたいと思います。イエーイ、イエーイ。まあ、ビアポンというのはですね、カリスマブラザーズさんがですね、やってたゲームなんですけど、まあ、お酒をね、こうやって用意して、ピンポン玉を入れ合うゲームです。単純に言わせていただくと。飲みゲーだね。基本はビールなんですよ。全部ビールでカリスマブラザーズさんはやってたんですけど、私たちは今日お酒をたくさん用意しました。まあ、ビール。梅酒、こちら魔王はなんとケンコバさんのお父さんから5万人のお祝いということでいただきました。ありがとうございます。本当に感謝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 、本当に嬉しい。カメラを教えて、見え見えから、こちらなんて言うんでしょうか、フレーゴリーだって、フレーゴリーっていう果実も浮いてるね、リクール、もうこれめっちゃ美味しそう。こちらを入れてゲームをやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。パラスティカ、一旦グッパーしよう。はい、そうだな、うん、グッパーじゃん。グッパージャスちょっと待って待って、グッド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 パーでしょ。グッパージャスよ。いや、グッパー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 ジャスよ。グッパージャスよね。もうじゃあそうしよう。もう今決まったわ。じゃあチームグッパー、チームジャス、グッパー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 ジャス。場所はね、自分たちで決めたいと思いますので、ビール4、梅酒2、魔王2、こちらのリキュール2でいきたいと思います。まずやっぱり近いということもあり、前は入れにくいと思うのでビールにしました。で、魔王はやはりこちらですね、頂点を確認するものということでこちらに置かせていただきました。こちらは特に何も考えずにバラバラに置いた。後半になってきちゃったらもうカップまばらないんだから、どこに何があったって同じなんですね。パラスティカ、はいはいはい、サワレさん、あ、いいの、食べてるよ。1球目いきます。入れなー。おーい、何ポイント。梅酒だな。梅酒、見当たる梅酒。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。はい、うわー、おーい、何だろう、これでいや、結構来るぞ、これ。あー、やばいわ。怖い。いや、でも最初に澄み渡るをやったのが結構いいかも。いきます。はい。あー、やったわ。おー、参ります。ごめんよ、豆さん。大丈夫、大丈夫、これは大丈夫。いきまーす。うわ、掴んできたわ。え、なんで入
怖いの。ちょっと待って、これはいった。でそれ美味しそうだね。うん、美味しい。うまそう。あしごおれって感じ。うわー、いいなオッケー。魔王狙ってくわ。豆田はこんなんじゃ潰れない。あれ、まだ魔王飲んでない。まだ魔王余ってます。あー、飲ませてあげたい。それは飲ませてあげたいね。あー、これ当てる、当てがちじゃん。いや、人の顔面狙いじゃん。いただきますわ。はい、魔王いってください。ちょっと、うちパパの魔王、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 パパの魔王だ。マジでやばいよ。よしよし、聞いてるぞ、聞いてるぞ。ポンしてるから。聞いてるぞ。そう言ってきます。マジかよ。あー、よしよし。なんだ、みなこが住み渡り行きます。みなこの渋滞がすごい。キャナの渋滞がすごい。行きます。あ、弱い。よし、ここです。うわ、そうだ。いやうちのみなこは焼酎飲めるんです。いやーね、強いのよ。そう、全然へでもねえ顔してるから。でもあんま飲ませすぎると5時まで。酸っぱいやつ。酸っぱいやつ。ビール飲んでた。すいません、みなこちゃん、このビールそっと飲みました。おい、ピンポン入れてた。ベーベー、何やってんだよ。すいません、それはルール違反でちょっとさせてください。帰る。あ、みなこさんが飲み終わりましたね。おい、3対2。いいよいいよ、なかなかいい。よしよしよし、よくやった。よくやった。一回飲んでいい？男気見せてきた。あれ、何本か言ったの。え、さすがいだから。やばい人いた。やばい人いた今。男みたいな、もう今男だったら惚れてる人いた今。だけど顎に魔王めっちゃ垂らしてるのよ。あー、めっちゃ美味しいけど、うん、結構濃いね。あ、本当？意外と多分全部 10% ぐらいは割かしあるよね。あるね。こんななんです。やばい、マメさんは強いゲージがちょっと甘いと思う。魔王飲んでからないでしょ。そうそうそう。1対1、どっちが飲めれるか。いいゲームだ、いいゲーム、いいゲーム。よしよしよし、はい。やったー。あー、飲みますね。負けてもうた。よかったー。いや、なんかちょっと本気で悔しいんだけど。悔しい。パラスティカ、今日はビアポンという飲みゲーを女子4人でやってみました。私たちお酒好きなので、ぜひこういう企画やってほしいとかある方はコメント欄に記入していただければ、私たちやってみますので任せてください。はい、私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。バイバイ。